菅原ののの試合後のコメントの話はしててなないいでですすすねねどんんんことと言ってたんですか、ね、ああ野さんありがとうございます菅原ゆきなり自身のプレーの怒りをあらわり悔しさを胸に巻き返しを誓かこんなもんじゃないあいいじゃないですか素晴らしいじゃないですか本当にこのパフォーマンスやってる自分が不甲斐ないっていうかそれしかないんでってまあそういうことですよね。は球際のデュエルの部分だってここいいけどオーバーラップだったりどんどん追い越したりしてやっぱり僕はもっとダイナミックに例えばボール出てこなくても相手を動かすために裏走ったりしてそういうのを意識していくというかっていう。 もっと動こうってなっちゃうんだよね。だから、努力は量より方向ですからね。方向をね、教えてあげる人が菅原の近くにいるといいっすね。オーバーラップのタイミングって、いつもすればいいって思いがちだけど、ウイングと相手サイドバックとかウイングバック、サイドの選手が1対1の時なんだよ。じゃないと2対1にならなくて、2対2になって結局、戻しのパスコース。 これ使うと分かるけどさ、相手のサイドバックとウイングがこう1対1になってる時あるじゃん。この時に上がっていくから、こうなるわけじゃないですか。なんだけど、ここにもう、もう一人来ちゃってる時にこ、この時に上がっていくと、2対2こうなるから、ここ戻す人がセンターバックを気き利かしてこういう風に来てないと、反対側に触れなくて、結果、ここで詰まって失うんですよ。で、これの上がる時上がらない時の判断が富安は抜群で、ホワイトもちょっと間違うみたいな。で、菅原はいつも上がればいいって思ってるから、そのミスを切るから。 で,でも、これを頑張ろうって思う気持ちは大事なんでね、そもそもやんない人よりはいいから、ただからこれ、菅原に、どういう基準でオーバーラップするっていうのを教えなきゃいけないですね、プレミアですら冨安オーバーラップ少ないとか言われちゃいますし、ね、そうなのよ、その分かってないやつが教えて、無駄に頑張らせて、それで運動量もきつくて、で、上がれば上がるほどスペースって広がるからね、この状態の時にさ、菅原ここいてさ、2、3人、こう伊藤淳也が引きつけましたと、ディフェンスの。 カバーと奪おうそし,したらこっからさ引き取って逆に展開したらさこれまあこういうふうに全部寄ってるから基本的にこうなってる時っていうのはこっち側がいて今度こっち側で仕掛けられるって起きるからそうボールってみんなで進めるもんなんだけど、まあ、その考えっていうのは浸透しないよねレオさんプロなのでそんなことも分かってないもんのこれ言語化してるの僕だけなんですよ <laughs> ちょっと調子乗って見えるけどねうんそうあれ何これすごくないこれ何この機能 昨日俺の魔法どっち <laughs> これえ何これ <laughs> あれさっき出たよねなんかイエイみたいなやつあれポワンって出なかった今今なんか出たよねあれなんだ今の魔法だったのかな <laughs> もう2回目出ないんだけど <laughs> あれあれなんで出たのこれ何これどうやって出すのこれえ <laughs> YouTube の機能これ何の機能これえでもさもう出ないよほあ誰かがくれたってことこれ。 OBS のほうで出たんじゃなくてキープすると出るあっあ <laughs> なんだこれ <laughs> おじさんのピースで <laughs> これ何なんだよこれ <laughs> このテクノロジー何なんだよ <laughs> これな何出てんのこれこれは出ない炎とか出ないこれこれ出ないか <laughs> ハートとか出ないからあ出るわ <laughs>、ね、森保さんはちゃんと配置とかをしっかり考えていかなきゃいけないじゃないと左サイドからさ南の中入ってきてさサイドバックの斎藤洋樹は普段センターバックなのにさ高い位置を取るしかなくなるからこれでもう荒れないよねうんこれだこの人は日本サッカーに愛がある人だってなるから。 何だろう見てみろつ菅原本当と違うんだよ菅原はあの頑張り屋さんだけどやっぱりそこのサイドバックの時のオーバーラップするタイミングをちゃんと考えなきゃいけない <laughs> 今後これだ <laughs> これでいけるわ全部 <laughs> なんでこうでこうでこうで森屋さんちょっと本当よくないよ今後は <laughs> <laughs> 間が悪いなこれ <laughs>。<laughs> に関してですが所属クラブの監督が解任されたとのことで自分を使ってくれた監督の解任による心理的なダメージがプレーにも影響ししてるんでしょうか。<laughs> 普通に考えたらあんまりそういうのないですけどね所属クラブの監督が解任されたからちょっと調子悪くなっちゃったっていうのはね、まあ、めちゃ恩師みたいな人だったらあんのかなあんま聞いたことないですけどね。 こんなな進化させるるから重くなる、うん、画面がうるさい <laughs> これたまたまになっちゃう時とかないのかな,なんかこうこういう風にやってたらこうピースっぽく見えてみたいなこの選手がみたいなったら <laughs> ほらほら <laughs> 普通にこういうボ,ボードやってるだけでこれね風船出ちゃうみたいなさ <laughs> オーバーラップさせたいだけだったのにみたいな <laughs> めちゃめちゃポップになって <laughs> まずいなただなうん。 でも子供たちが見に来てくれてね日本サッカーの、ね、発展につながればいいですねこの機能重要ないだろう <laughs> びっくりしたもんねある程度あの旋回みたいな余計なことして <laughs> いやこれを使おうとしてないで分かったのがおもろかったよねサッカー出しにしてふざけてる人も <laughs> それをたくさんの人が見に来てる日本何なんだってないけどね明日には邪魔だからオフにしろってあるまあオフにする機能多分あるんだろうけどなちょっとそのオフにする機能しっかり見つけときます もうなんなないいのが一番恥ずかしいよこれ <laughs> なるんだったらそれが出て楽しいんだけどなんないとおじさんがただ止まってるだけだもんねこれで出 <laughs> ねえの一番恥ずかしい <laughs> どっちなんだよ出たり出なかったりなのか恥ずかしいな次の話いきますか上田綺世のねあの細やとバチバチみたいなのは僕にはないみたいなやつでその中のやつでさ この途中交代に関して知ってるコメント、僕はああいう形でワールドカップで交代したし、代表では45分で交代することもある、えー、個人的にプレーが悪くなくてもそう見えることもある、フォワードって生かされるポジションなので、不可抗力ということも気持ち的にある、実際はないんですけど、不可攻略はないんですけど、みたいな、これがね、なんかさ、結構試合見てて、上田変えるか、みたいな、上田にボールがいかないのに、上田が悪いみたいになってるよ、みたいな。 まずサイドから上田に入るクロス上げて上げる形が必要じゃんみたいな話してるときあるじゃんこれ上田も思ってる試合あるんだろうなみたいなこの状態でボール来るわけないのに俺下げられちゃったなみたいなこれは不可抗力って言ってでもそれでも自分が無理にでもボール受けて決めきったらいいから不可抗力って不可抗力ってないっていう,こうちゃんと自分にも矢印を向けつつそこもちょっと気づいてほしいみたいな気持ちが出てるなと思って分かってるよっていうね上田綺生応援してますっていうその 字幕でした。批判されまくっている菅原がうっちを超えるには、あとどんな能力が必要ですか必要なこと言ったらたくさんありますよ。でも、まずやんなきゃいけないのは、あの、サッカーに向き合うことだと思いますね。あの、明らかに。それは、あの、さっき言ったようなピッチ外のところもそうだし、あのピッチ外やってたらピッチ内に出るから、でもピッチ内に今出てる現象は、上がる必要ないところ上がるし、取らなきゃいけないパスコース取ってないし、そう、守備の時に緩くなってかわされてるから、だから今は、もう菅原はもうプレーで見返すしかないですね。こういう意見とかいっぱい聞いて悔しいだろうけど。 ちょっと擁護できるところないから。だからこそ森保さんがそこを厳しく行かなきゃいけなかったのに、森保さんも出しちゃったから、試合に。なんなら託しちゃったじゃん、最後までかわさない。あの、変えないで。だからこそ、本当に悪いのは森保さんですね。本当に悪いっていうか、本当に悪いのはどっちもだけど、そこの方が大事ですね、戦術的な再あの配置とか修正よりも。うちでもそうですけどね、誰とかは当然言えないけどね、過去にあったことで言うとね、過去にね。いかにチームに尽くしてるかとか、チームのために行動できてるかどうかっていう指標で、選手の出番を考えますからね。 それは多分僕とか笠原くんの行動とか、采配見てたら、今、選手たちが聞いてたら多分、まあ、納得というか、うんあ、そういうことあったなって思ってくれるだろうけどね。あとは、アパホテルくん、スパチャありがとう。そろそろ、まあ、そろそろ三笘たい。久しぶりにワクワクしたい。ね。で、本当に必要な時にいないのがね。 ついから今回は三笘いない状態で勝たなきゃいけないけどそこまではできなかった監督ですよ、ね。富安の右サイドバックで使うのダメなんでしょうか、えー、アセナで攻撃参加できるようになってきているのでもしかしたらと思っているのですがどうでしょうかあと板倉と谷口の足りない点あれば教えていただきたいです、えー。右サイドバック使うのはありだと思います。ただ、センターバックの方が状況が多種多様になってそれに対応してなおかつ全体へのコーチングもあるから右サイドバックの方がセンターバックよりも えー、いろんなことをできるって選手には基本ならないですね。右サイドバックがそういうのできる選手の時はセンターバックもいい選手です。アーセナルが曲がりないですとかサリバいるのと一緒で。なんで、ありだけど現実的ではない。で、えー、板倉に関しては、えー、富安みたいにボール受ける位置の微調整、サイドバックにつけた後すぐコース作り直すとか、それができるようになると思っていいですね。で、焦ってくると縦パス入れちゃうけど、その今言った1個目の横のパスコース作りを常にし続けられると、焦って縦につける必要なくなるし、 全体の配置整えられるようになるから。でもなかなか選手だけでそれ全部やるのはきついから、まず1個目の、味方につけた後の作り直しを横パスの時きに、まあ、周りがうまいからちょっとサボっちゃうとかあるから、それ細かくできるから、ね。特にセンターバックなんて他のポジションより絶対運動量は少なくなるから、それはやるべきですね。で、谷口に関しては、あのスピード上げすぎちゃったりとか、あと、まあ、最近はあんまないけど、クロスの対応の時背中入れすぎちゃったりとか、ちょっとバタバタ不器用なとこある。でもそれでもよくはなってますから。 富安いなかったら板倉谷口はもっと褒められてる選手たちだと思いますね最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいんでチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ